今日は可愛らしいお嬢さんも一緒なんですね。私の若い頃そっくり。あ、よろしくお願いします。佐伯くん、熱でもあるんじゃないの？違うだろ。だから、ここはこうして。え？やだ、龍一さん。今はそんな格好してる人いないよ。ん？そっか。エイスケの男っぷりをあげてくれるんですって。なんか好きな子がいるとかなんとか、一丁前に色気づいて。母さんうるさい。あーら、照れなくたっていいのに。あー、もうこんな時間やってられないよ。行くからね。昼は外で食べるからいいよ。ハンカチ持った？ちり紙は？うるさいな、もう。行ってきます。だが俺様の忠告を聞かんで、あれじゃ振られるな。あれ、龍一くんどこ行くの？もち、様子見てくんの。悪いわね。そういえば、お、来たようだぜ。山田さん。あれ、エイスケくん、カバンに何つけてるの？え？アイラップ、ミサキ。これはあの、その…あの子、ミサキちゃんっていうのね。ずいぶん可愛い子じゃない。おう、ま、ユミには負けるけどな。いやぁ、龍一くん、人前で恥ずかしいよ。あ、母さん。やべ、逃げるぞ。面白かった。ね、ねえ。あら、そんなこと。そうだよ。若い頃じゃない。今だって美人だもんね。美人のユミさんを龍一くんが射止めるには
やっぱりあんな風に？まあな、ユミの場合は美人で頭良くって競争率高かったから少し頑張って。ドメタな、バカ。え、土下座したのよこの人。私に付き合ってくれって前々から声はかけられてたの。でもね、私不良嫌いだし、しかも暴走族でしょ。知らない？ルイチ君ね、レッドキラーズの伝説の頭なのよ。ね？ねえ。怖い人だったんだって顔してるわね。いいのよ、私だってそう思ったもの。でもね、暴走族って迷惑で嫌いだから、いくら口説かれても怖いけどずっと無視してたんだ。なのにあんまりしつこいから、それじゃあ土下座でもするなら付き合ってあげるって言ったら本当に土下座するんだもん。びっくりしちゃった。まあな、ユミはそのくらい魅力的ってことだよ。いやー、でもお前のためって思ってさ、族を抜ける決心はしてたんだぜ。え、そうなの？あ、まあな。ASO？ ゲーム会社じゃない。ヒゲの男がキノコを踏んでピョーンってやつよくやったわ。そのゲーム会社違いますよ。知ってるわよ、自然通りにあるから有名よ。ちょっと見学したいわ。あれ、確か田原さんはよみがえりじゃないから取材にならないんじゃ。そういえばゲームの広告出すんでしたよね。お疲れのところ申し訳ないんすけど。電話で話した通りですよ。融資が受けられなくなった。契約不履行とか訴訟とかそういうことは弁護士に言ってくれ。先輩どうします？さすが新聞さんと銀行は耳が早いな。今となっては田原の言うことを聞いておくんだった。田原さんは？クビにしちまったよ。後任の男が産業スパイで、数名の社員が辞め、ほとんど同じゲームが他社から出ることに。ひどい話。ゲームシステムには著作権がないからな。外部の人間を使うには
セキュリティが甘すぎた。その上、たちの悪いバグを仕込まれたらしい。悪い冗談だぜ。テストプレイをしてたら、ネットの中から妻が話しかけてきた。え、確か奥さんは去年、交通事故で亡くなられたんじゃ。そうだよ。それなのに、ネットゲームの中で。そんなことを言ってきやがる。一瞬本気であいつかと思い、癒されかかっている自分が。いや、癒されたがっている自分に気がついて、寒気がしたぜ。産業スパイが入れたに違いない。実に悪質ないたずらだ。そんなものの言うことを聞けるわけないじゃないか。でも、やめられない。今では一日中あいつを探してる。でも、もう見つからない。私、初対面だからずっと黙ってたけど。先輩も大変ですね。それじゃ、またね。くすみさん、可愛かったな。おいらには恋人どころか思ってくれる人もいない。あさぎちゃんだって商売で言ってくれてるんだろうし。でもあの口ぶりは、もしかすると。あれれ、ここはどこだ？ああ、やっと来たのね。昨日の夜、酔っ払ってやってきて。え？愛してるって。僕、アサギさんの部屋、知らな。ねえ、どこかで喧嘩でもしてきたの？血だらけだったわよ。
私幸せよ。もう絶対に一人にしないでね。ここは西原坂じゃないですか。私、ここに調査に来ていて、殺されたの。殺された？調査って、何の？私、大学で民族学を専攻していたんだけど。熊本って、不思議な土地で、人が生き返ってきた話が昔から多いのよ。だけど、量が多い上に記録も詳細なの。近代以降の例も結構あるわ。私はその資料を調べていて、さらに面白いことを発見したの。地震の後に必ず蘇生の話が出てくるのよ。最新データは昭和以降よ。その当時の蘇生者の親族があの家に住んでいたのよ。私はあの家の人たちにインタビューに行ったのだけれど、それがダメなのよ。見て。ああ。ここはよみがえりが行動できる限界なのよ。あの家には行けないわ。いや、くすみさん、一瞬幽霊かと。は？どうします先輩。兄貴、そろそろ片付けねえと人を呼ばれるぜ。分かった。足を撃て。どうして？クソ、不発だ。
兄貴を刺しちまった。